はい、皆さんこんにちは。トイストーリー3の続きを、今日はプレイしていきたいと思います。まずね、おそらくこれが、攻略していくマップだと思うんですけども、どのマップをね選択するかっていうところなんですが、まだここしか選べませんので、ここを選びます。でキャラも選べるようなので、今回はバズを選んでみたいと思います。キャラによって操作が多少違うのか同じなのか、まあその辺も含めてですね、楽しみなところかなと思います。ウッディの目怖いですね、かなり。I, Mayor Ham, hereby make you the sheriff of Woody's Roundup. Congratulations! You're now in charge of bringing order and prosperity to our town. So, bring in some gold and new toys to spruce up the place. Come on, get a move on. You won't regret making me your sheriff, Mayor Ham. Alright, alright. Let's start out by breaking down a shack and... Oh. Whoa, すごいすごい。なるほど。ここはバズを使っていろいろなミッションを、クリアしていくっていうようなモードみたいですね。早速やっていきたいと思います。ここいくつかミッションが、おそらくあると思うんですが、バツを押すと詳細が見れるということみたいです。早速一つ、ミッションが表示されてますので、詳細を見ていきたいと思います。バツを押します。なるほど。この街をきれいにしろっていうことだと思うんですが、デストロイ3、ショックスということなので、おそらく今やったような形で三角を押して、何かを、破壊していくっていうようなミッションになっているんだと思います。で矢印で一応、どこに何があるかっていうのを表示してくれるみたいなので、これかな。うん、これですね。これだ。であとはこれかな。ドリャーということで、3つ壊せというミッションをクリアしました。で、And there's more gold where that came from if you complete missions for the folks around town. This beacon shows when a toy has a new mission for you. 新しいミッションを、あげたよと言ってますね。こいつ投げていいのかな。あ、いいんだ。さあ、ニューミッションっていうことなので、次のミッション、あれ、アベイラブルのミッション、ゼアのミッション、カレントリーイズザカテゴリーないと言ってますね。とりあえずは何をしてりゃいいんだ。うろうろすればいいのかな。目的がいまいちわかりませんね、これ。おお、この上で押すとこういう動きになるみたいですね。投げてみましょう。
特に何も起きませんでした。こういうところが入れるようになってんのかな。あ、入れますね。ちょっと入ってみましょうか。おお、なるほど。違うモードに移行するわけですね。これをやると。OK です。そうすると、ちょっともうちょっとここをうろついてみたいので、とりあえずやめときましょう。It's been said the wells in these parts are interconnected, forming an underground network. ここはいっぱいあるぞ、アイテムが。出方がわからない。来たところから戻れんのかな？あ、戻れました。もう布石がちょっとよく分かってないですね。何をすればいいんだ？なんか新しいミッションがね、追加されたという感じもしないんですけど。どれや？まあそれはね、いきなりぶつかってきたら何すんだよって話になりますよね。わあ！ミッションもね、追加されてないですもんね。やっぱりここからいろんなあのドアを入っていくっていう感じなんですかね、ゲームの趣旨としては。じゃあちょっと早速ね、さっき見つけたこのサイコロみたいなところ入ってみましょう。おっとっとっと。Perfect. Back to the story. Andy was all grown up, and we'd been in the toy box for a very long time. We were all hoping that Andy would play with us one more time. こういう感じになってるんですね。今ここにいました。で、今度どこに行くかというと、
どこ行ってみようかな。アンディの家に行ってみましょうか。このアンディの家でも何をするのかっていうのがね、ちょっとよく分かってないんですけど、おそらくまたミッションみたいなものが。So now we just need to find Andy's cell phone. Then when we call it, it will find us with the phone and play with us one last time. I like it, cowboy. ここはウッディなんですね、プレイは。なるほど。なるほどね。Hey, not bad. I could do that. キャラはこうやって変えるんだな。なるほど、ああいう風にやれと。わかりました。ピックアップしてスローをほいっと。わあ惜しい。おー、なんかあるぞ。Thanks for the lift. この辺かな。これでよっしゃー、うまくいったぞ。でこれでキャラを切り替えればこうなるわけですね。ボールを落とせ。オッケーだ。わあこれ嫌いだな。おお、できたー。おお、危ない。うわん、ってことはここも潰せんのかな。ここは無理と。難しい。うん、でジャンプしてよいしょ。ここもあれかな、バズに変わってもらう感じかな。ナイス。ヒントも一応もらえるみたいですね。
ちょっとヒントをもらいましょうかね。Give me a hint。ヒントをくれ。バーズはやっぱり遠くに飛ばせますよと言ってますね。これはこの上はいけんのか。さすがに無理なんじゃないかな。無理だよな。まあそうなるよな。これをこっちに持っていくとかそういうことかな。どうやってあそこに行くんだ。おそらくこの上に絶対登んなきゃいけないんですよね。電話のところに行くっていうのが目的ですから。うわ難しいなこれ。Hey, howdy, hey. I'm Woody. まだジェシーを使ってないんで、ジェシーでなんかやるんだと思うんですけどね。ちょっとここで一旦待ちましょう。で、キャラを変えてですね、同じようにここに行ってみたいと思います。おっと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 。で、ここでさらにキャラを変えてですね、ピックアップしまーす。で、これを、あ、やっぱりだ、いけそうだぞ。投げましょう。おー、いったいった。お、しかもなんか出てきたぞ。これでサクッと来れるようになりましたね。ふん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 。OK です。ちょっと難しそうですけど、頑張りたいと思います。わあ。いきなり的外れなことをやってしまった。よっしゃー、来れたぞ。Great! We got the cell phone. Now we just need to call it from the home phone. Rex is still MIA. Anne hasn't brought back. これからセルフォン、まあ、携帯というかあのポータブルの、まあ、コキーですかね、をホームフォンのところに、持っていくと言っていますね。はあ、これよく見ましたね。うん、あれかな？Sir, I believe we can help.My men are deployed throughout the room, but tied up at the moment. If you can free them, they'll get that phone down safely. Guaranteed. Thanks, Sarge. Men, where are you? Sound off. Right here, Sarge. I'm up here, sir. Here, sir. Over here.
こいつらをうまく利用して、やれということですかね。ちょっと長くなってしまったので、一旦ここで、クリアしてすぐ、セーブして、セーブというか止めてですね、すぐ続きをプレイしたいと思います。